っこいいな。ほら好きでしょこういうの。このオリジナルのフィルムが紛失したの。引っ越してみて。あのだから映画にできない。でこれはもう逆にガラッと変わって、この生物が生きる死ぬのを戦ってんの。あのシミュレーションモデルでだから弱い強いあのあのなんか火弱とかなんかいうのが出て。俺今回ね川口先生と別に同じことをただなぞってただけだったってことに気づいたんですよね。あの俺も子供の頃こういうのやってたんだけど、でももちろんお手本があったわけで、あ なんか、うん、その時代が出てるの。いい、まあ、しかもこのディスプレイは丸型のディスプレイ、うん、なんか滲んでるでしょ光がね。ちょっとかっこいいですね。もうこの解説自体もなんかもう意味わかんなくて最高ですよ、ね、もうほとんどの人を拒絶する3次元の長さ太さ角度を変えることにさまざまな形状の巻き貝を生み出すことに成功した。何を言ってるか全然わからないでも英語になってるからちゃんと大丈夫。論理的にはいや論理的には破綻してないですよ。だからこの3つがね素晴らしい。大丈夫大丈夫、うん、暗黒時代だよね。いやいやいや、でも僕だったら秋だったよね、ディスプレイ使うから、で、シネードやばいと思って。これもいいでしょ、これもこれ僕好きです。 3D ターで50円だね。いや、もうやってますよ。やってるよ。あ、もういかすってる、ね、あ、こちらが成長する時の進化する時のあのシワシワとかはもう 3D プリント。あ、そうなんだ。それでみたいな、リアルタイムでやってるらしいんですよね。今それで 8K、16K でやろうと思って、だから見てる人が全員これになるみたいな、やるべきですよね。あ、なんかだからそれやってるらしいんですよ。前ね、こう全練習してね、人がいると人の影にこう向かってくるとかさ、うん、締め付けるとか、なんかそういうの、うん、手出すとそっちの形からぬるぬるぬる、かっこいい、かっこいい。大きな声出すと頭からニヤーってこう転げてくる。あ、なるほどね。大きな声出したもん同士でこうなんか絡み合うみたいな。ああ、確かそれ面白い、ね、出すもんなさすぎて。それでゴーストバスターズのなんかあれがみたいな。いや、今年は知りたいこと多分ないよね。ないでしょう。ないだろうね。まあなんか遠隔開催じゃないですか。遠隔、いや、むしろこれで本当 ネットだけでそういうのが開催できるようになったらね。それが何もシナジーを生まないということが証明されて、やっぱり虚しいとか、うん、みんな、シールドされた状態でみんなコミュニケーションをするというこれからなんで、うん、やっぱバーチャルリアリティの時代来ますよ、うん、あ、確かに。やっぱ川口先生すごいのはね、バグってるのをそのまま先にするっていう、それがかっこいい。むしろバグがかっこいい。そうむしろもしかしたら先生の美意識の中でちょっとバグりすぎたからダメだってもんがあったとしたらそれが見たいです。なるほどね。あの表現は普通はダメ、うん、普通はダメ。普通はダメだから基本的に。これもこの辺の全体がバグっぽい。エッジ感がね、すっげえかっこいいんですよ。全体がバグっぽいもんな、これも。いいんですよ。だからでもバグなりにこう存在してるから、そうなんです。むしろそう、命ってそういうもんじゃないですか、ね、バグみたいなもんだし。遺伝子のコピーミス。で、これ時々ブロックノイズが入る。そうね。いや、これね、手作りガンがね、80年代だったの。70年代、まださ、CG の手作り感、いいな。まあ、プログラムだからね、なるほど。もう数えくらいほどの細胞が実は生まれてるんだけど、1976年 の雑草がこう、線でできた人、あれがもう無限に増えたの。もう3次元、4次元的に。やっぱあれだ、あれですよ、こうプロジェクターがダメで、やっぱもっといいのないですか。やっぱこれのバグり方がやっぱいいわけですよ。これもね、1983年のバグだからね、そのまま復元したの。だから今の若者がこれ見てもさ、どうやって再現するんだろうという疑問に思いそうなのがいいですよ。再現難しいかもね。でもやっぱね、これ時代考えるとね、これだってレンダリング1枚何時間ぐらいかかりました？ 3、4時間。しかもこのジャギーでだよ、うん、今やったら10時間ぐらいか、20時間かな。これ1枚 3、4 時間レンダリングかかるやつで、なんかこう何分だ、 5分のビデオ作るとかも気が狂ってるわけじゃないですか。1年間もう革新的な、うん、それ1年間年を取るわけで、まあでも当時は1作品1年だったか、でも映画でもそんなんだよね、1年2年。いや、まあ、将来 3DCG が立体飛び出るテレビ映画の画面になると思って、 3D の画像を計算して、うん、こう本当に盛り上げたの、ええ、
でこれ20年前やったの。石井先生のあれと一緒ですよ、ね、あれの原型。あすごいな、うん、で押すと反動してくれるし、こっちの方がなんかちょっとやっぱエロティックで面白いで、あのだからこの画像が覚えてるでしょ、うん、この子常にあのコンピューターがどこが一番頂点かをね、うん、あの 手前に出てるかを計算するわけ、うん、だから、ね、だから画面のデジタルの画像をこうしちゃったらもうこれでいいんじゃないかと。でこの絵のエミアって乗っちゃってれば、だからこのテレビをいっぱいやればもうこうやるから、結構運動神経がするよね、うん、これだとでもなんか単なる上下になっちゃって映像とのなんか動機があんまり感じられなくなっちゃう、うん、あこれね、うん、あの細かくなると映像の頂点ができるから、ね、あのいや本当に今ちょっとこうやってるけど映像と同期させて出てるとこだけボーンと出てくる、本物の8メートルのバルーンが一概の、うん、ええありますよね、あれがこれだけ、ね、この3つは以上、もうこれコピペじゃないってところがすごいです、ね、まあ狂気ですよねコピペ。いやだからね、現代見て何がすごいかって正確なんですよ、異常に。そうすごい正確なものを何枚も書いてる。いやそのちょっとやっぱ異常さを感じますよ、ね、この路線になったんだよ。これそうですよ、これだけ違いますもんね、非常に時間かかって、はい、もうこれやっていくのに、ちょっと待って、他は時間かかってないですか。いや、それいやかかってますよね、異常にかかってる、異常に。ああもうこれもちょっとね、もう疲れてたこっちで、これやっさ、もう初めの時にあのこれ1ヶ月で終わらないなと思ってね、うん、ずっとこうやっていく。だからこのなんかこうビビじゃないの、やっぱこう丁寧にこうやっていく、すごい丁寧なんですよねでこれも全部こう、この色の重ね方とかそれずっと連続してて、連続してるんだけど、それがだんだん減衰していくという、うん、それをCG がなかったらこの人どうなってたのかと思いながらCG からまたここに戻ってますから、ね、そうですね。これは普通に4色分かる、このエギーちゃんのローポリゴンモデルが、これね、あのスワロスキー風にしてスワロスキーのエギーを作ろうとしたんで、スワロスキーエギー、でも比べてみたらちょっと、こっちは4色ですよ、うん、ここらは全然値段が、うん、こうやって比べてみると、なるほど、うん、比べないとね、ちょっと入れますよ、もう全部入れますよあ、それもね、もういろんなとこに行くときに、うん、画材行ったら色々となんか特徴ないかなと探す、へぇ国によって色が違うし、ああ、そうなんだ、なんかこう、メーカーによって色が違うし、うん、なんかすごい、まああれもこれってあれなんですか、定点撮影でタイムラプスとか誰もやってない、ここ、いえ、書いてる、ああやってないですね、あ今度やりに行きましょうか、うん、誰かやっといた方がいい、メイキング、メイキング、うん、すごいな、うん、なんか俺も最初川口先生を知った頃はこの人はただの頭がおかしい人だと、いやいや、それは変わんないいやでもそれ否定しない、でもさ、ただの頭のおかしい人ではなかったっていう、すごく頭がおかしいそうただのとか言ったら失礼、すごくおかしい、山形とか、山形とか、うわすごい、おお、どうですか、うわすごい、これはうまいな、うまいな、これはうまい、うまい、え、これなんだろう、カプじゃねえな、あ、カプミンです、え、カプミンです、カクなのこれ、角で、これ角普段飲んだけど、こうならないんですけど